抗低液ウイルスは抗低液の原因となるウイルス。非常に感染力が強く、牛、水牛、豚、綿腰、ヤギなど39種の玉、ひずめめ及び11種の下シ種類に感染し、また伝染力も非常に強いウイルスである。そのため、生物兵器としての研究もなされている。形状は、直径は21から25ナノメートルの球形。 ウイルスの分類上ではエンベロープを持たない RNA ウイルスであるピコルナウイルスかアフトウイルス属に属する。相互にワクチンの互換性がない別々の血清型があり、現在までに発見された順番に O 型、A 型、C 型、SAT-1 型、SAT-2 型、SAT-3 型、アジア -1 型の7種類が確認されている。また、 同じ血清型でもワクチンの効果がないサブタイプがそれぞれ存在する。大型フランスのオワーズ県地域で最初に発生し、ヨーロッパを中心に世界各国で発生が確認されている。1995年時点では FMDV の49%を大型が占めており、現在も最も猛威を振るっている。A 型ドイツで確認され、1995年時点で 全体の25%を占めており大型と同じく世界各国に分布している。特に1996年から97年にかけてイラン、大王国、マレーシアなどアジアで大流行した。サブタイプの分類が32と非常に多い。C 型南アメリカ、アフリカ、フィリピンで確認されている。3番目に発見されたことからアルファベットの3番目の C が当てられた。 さっとマイナス1型、2型、3型南アフリカ地域で発生。アフリカ全土に分布している。アジアマイナス1型最初の確認はパキスタン。アジアを中心に確認されており、全体の10%を占める。加熱や pH 変動に対する抵抗性はウイルスのタイプや株によって異なる。例を挙げると、加熱に対しては、 A 型とアジアマイナス1型が最も抵抗性を示すが、O 型と C 型、SAT 型の順に抵抗性は弱くなる。pH 変動に対しては、C 型は A 型および O 型のウイルス株と比較すると影響を受けやすい。pH7.0 から9.0での低温条件では安定し、摂氏4度では18週間病原性を失わない。 pH4 では15秒間、pH6 では2分間程度で不活化され、病原性を失う。pH7.5 で加熱した場合、摂氏61度では30秒間、摂氏55度では2分間で不活化される。なお、牛乳の滅菌方法として広く利用されている、高温短時間法摂氏72度以上15秒。 超高温瞬間殺菌摂取120度から摂取135度で1から3秒の滅菌方法は、抗定液ウイルスを完全には不活化しない。前述の PH 液管受精を利用し、消毒剤は安価で大量に調達できる酸や、塩基性の薬剤が推奨される。具体的には、酢酸、クエン酸、ナオ、コウなどの溶液が使用される。有機溶媒は抵抗性を示す。 ありがとうございます。